ルドルフ・シンドラー、ルドルフ・ミヒャイル・シンドラー、ルドルフ・マイケル・シンドラー、1887年9月10日ウィーンから1953年8月22日、ロサンゼルスはオーストリア出身のアメリカの建築家である。フランク・ロイド・ライトの設計事務所を経て、1920年代から40年代のロサンゼルスで100件以上の住宅の設計を手掛け、1950年代に 起こった、モダンデザインブームに先駆けて当地に、近代建築をつかせた。ルドルフ・シンドラーは1887年9月10日、オーストリア、ウィーンのユダヤ系中流家庭に生まれる。父は木、金属在庫の製作、輸入を、母は下手を制御としていた。1899年から1906年までを、インペリアルアンドロイヤルハイスクールで過ごした後、 ウィーン産業技術大学ワーグナー校にて1911年建築の学位を取得した。同校教師人の中には、オット・ワーグナーやアドルフ・ロースなど、建築史上に名を残す人物が多数在籍したにも、かかわらず、シンドラーはカール・ケイ・ニッヒという教授から最も大きな影響を受けたと言われる。また、生涯の友であり、ライバルでもあったリチャード・ノイトラとも、 1913年に卒業制作を完成させる前年、この大学で出会っている。1911年9月から1914年2月まで、ハンスマイヤーとテオドールマイヤーの事務所に勤めた後、アメリカ、シカゴに移住し、オッテンハイマー・シュテルンライヒエルト事務所に職を求める。ウィーンからの旅の途中、シンドラーはニューヨークにも立ち寄っているが、密集しすぎていて、 商業的なニューヨークよりも、ヘンリー・ホブソン・リチャードソンや、ルイ・サリバン、そして、尊敬するフランク・ロイド・ライトの作品に触れられる、シカゴに魅力を感じたのである。シンドラーが、当時すでに名声を打ち立てていた巨匠、フランク・ロイド・ライトの作品と出会ったのは、ウィーン時代である1910年に出版された、ライトの作品集、ウォースムース・ポートフォリオを通してであったと思われる。シンドラーは、 英語が不得意であったにもかかわらず、ライトに面会を求める手紙を書き続けた。アメリカ移住した年の年末、1914年12月30日、ついに初代面は実現する。ライトはこの年、タリア戦の放火、妻の殺害という二重の不幸に見舞われており、シンドラーに託すべき設計依頼はほとんど持っていなかった。採用を断られたシンドラーは、 オズ事務所での仕事を続けることになる。しかしその後、ライトに東京帝国ホテルの設計依頼が持ち上がり、数年間、東京と入りのイ州オークランドの事務所を往復する、生活を送ることが決まると、ライトは、この間のオークランドの事務所をシンドラーに託すことにしたのである。帝国ホテルの仕事を終えて帰国したライトは、1920年、ライトの作品として、 有名なホリーホックハウスの施主であるアリーヌ・バーンズ・ドールからの依頼を受けシンドラーをロサンゼルスに送るロサンゼルスに移ったシンドラーはこの頃すでに半分独立したような形で彼自身への依頼を受け始め1922年には代表作とされるシンドラー自体キングスロード・ハウスを手掛けるロサンゼルスに移る前の年である1919 19年には妻ポーリーヌ・ギブリンと出会い 結婚もしていた。この頃には、シンドラーとライトの関係に、ひびが入り始める。ライトは日本に行っている間から、建築設計はもちろん、事務所の運営、オークパークの住宅賃貸事業、ホリーホックハウスをはじめとする住宅の製図、及び現場管理と、多忙を極めた業務に対して、あまりに発給で報いたことへの不満が原因だと、言われている。アリーヌ・バーンズドールは、 その後、シンドラーに設計を依頼するようになり、オリーブヒルに数多くの商品を残すこととなった。中でも、1927年の半透明の家、トララスセントハウスは未建築に終わったものの高い評価を得ている。ライトからセシを奪ったという一時を見ても、関係の悪さが見て取れるが、1929年の出来事は、よりはっきりと二人の仲を分かつことになる。 ロサンゼルスで建築士資格取得の申し込みをした時のこと、シンドラーは業務実績として帝国ホテルにおける異常から構造にわたる広い範囲の業務に携わったことを挙げた。しかし、雇い主であるライトはこの事実を完全に否定。言い争いはもつれにもつれ、シンドラーはノイトラとの対談を小冊子にして発行して、ライト不在の2年間、 フランク・ロイド・ライト事務所を切り盛りした人物であることをアピールするといったことまで言った。1931年、とうとう喧嘩別れになった二人は、1953年、シンドラーが死去する数ヶ月前まで和解することはなかったのである。シンドラーの初期の作品は構造体をコンクリートとしている。しかし、通常の鉄筋コンクリート作りとは異なり、ティルト、アップパネル、 日本でいうところのプレキャストコンクリートパネルを壁、床に用していることが特徴と言える。ただし、工場で製作されることが多い現在の PC パネルとは異なり、現場で打設されたものである。シンドラーは、OCR 事務所時代にアーヴィング・ギルの作品に触れることでこの手法に触れることになったらしい。シンドラー辞典、ピューブロ・リベラ・コート、ローベル・ビーチ・ハウス、ウォルフェデ そしてハウテイなどがその代表作である。最も有名なシンドラー辞典は自分とその妻、そして友人のチェイス夫妻の二組の夫婦のための自宅兼スタジオである。L 型の平面構成で前述の PC パネルの壁、床と開放的な木製の建具の対象が見事である。その後、シンドラーはより安価な建築を求めコンクリートから 木造プラスター塗り構造を採用するようになる。この仕様は彼の1930から40年代の作品に多く見られるが、形態と空間を追い求める変わることがなかった。シンドラーは独自の広報の研究にも熱心で、1945年、シンドラーフレームと呼ばれる広報を開発し、以後の作品に実験的に用いている。シンドラー地点やローベルビーチハウスなど、 シンドラーの初期の作品はアメリカの建築界でもあまり広く知られることはなかった。モダニズムの作品にしては時代が早くまた急進的なものであったために人々の目を通り過ぎてしまったこと、主な作品が集中するロサンゼルスが建築の世界ではあまり注目されることのない土柄であったことなどが原因と思われる。1932年のニューヨーク近代美術館における 国際現代建築展にも参加しなかった。ちなみに、ノイトラは参加していた。同店でノイトラは帝国ホテルでライトともに仕事をしたオーストリア人という本来シンドラーに関すべき肩書きを間違って表示された。前述の小冊子のせいであろう。シンドラーが最初に世に知られるのは1960年、エスター・マッコイチョ、カルフォルニアの5人の建築家。 ファイブカリフォルニアアーキテクッツという著作においてである。彼の先見性、独自性、質の高い空間構成に対する評価は、いわゆる近代建築の再評価と呼ばれる時期を待たねば、ならなかったのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。